1953年にスイスジュネーブで開催された世界ユダヤ人会議世界ユダヤ人会議は1936年から活動しているユダヤ人の国際組織。本部はアメリカの都市ニューヨークにある。また、フランスのパリ、ベルギーのブリュッセル、スイスのジュネーブ、ハンガリーのブダペスト、イスラエルのエルサレム、ロシアのモスクワ、カナダのオタワ、オーストラリアのシドニー。 アルゼンチンのブエノスアイレスなどに加入している事務所が存在する。一国一団体が原則であり、世界中のすべてのユダヤ人団体が加入しているわけではない。1994年の段階で86カ国の団体が加盟している。国際連合、ユネスコなどの国際機関に NGO として参加している。反ユダヤ主義政策を強行するナチスドイツへの抵抗運動を 世界中で行うために1936年にスイスのジュネーブにおいて設立された。特にアメリカが死州国において反ナ地州会を組織化しヨーロッパユダヤ人を保護するようアメリカ政府に働きかけた。ヨーロッパ WJC の代表者ゲルハルト・リーグナーがヨーロッパユダヤ人の苦境を告げた1942年の 最終解決に関する電報はアメリカ政府の関心を向けた。これはリーグナー伝報と呼ばれている。戦後はナチ戦犯の追及やホロコーストを生き延びたユダヤ人の保護運動に努力した。その後はネオナチや反ユダヤ主義者と戦いながら旧ソレガラブ諸国、旧ユーゴスラビアなどで暮らすユダヤ人の救援活動などを行った。 ユダヤ人の市民社会への同化が進んでいる。西側諸国においては、ユダヤ教育などを通じてのユダヤ人文化の保護に努めている。ありがとうございます。